湯野温泉は山口県周南市にある温泉。山口市の湯田温泉、長門市の長門湯本温泉とともに、傍聴三名棟と称されることもある。1930年の日本温泉案内では湯野高泉と紹介されている。源泉温度28摂氏33度。毎分150リットルの湧出量。夜市川の上流部に温泉街が広がる。 夏目漱石の坊ちゃんのモデルとされる、広中又一の出身地であり、温泉地には聖火が残り、その隣には記念公園がある。また川沿いには川釣りをする坊ちゃんの像も立っている。旅館は湯野草、湿水園、吉山前の3県が存在する。共同浴場はなく、日帰り入浴は旅館の日帰り受付を利用することになる。近隣には足湯があり、 そのそばには、史跡の山田屋本屋がある。平家湯は、天正年間に、河村佐護兵が、薬師如来のお告げで温泉を発見したという。ただし、平家湯伝説では、神宮皇后が、白木正統後に、暴風雨のため総国白髪の裏に寄港、上陸した際、生後間もない本田別名が、大病理官したため、竹内すくねが近くに、湯の湧くところあるを聞き、 その湯を供したところ、平湯回復したことが、温泉の起源とする。幕末の知事である、傍聴風土中心案には、安永年間の当時バリ用に関する記載がある。明治22年に、本格的な温泉掘削に着手。明治36年に、当時の湯野村村長が、湯野温泉株式会社を設立。直後の日露戦争で、広島英寿病院に収容されていた。 不小兵士の天地療養地に指定され、全国的に有名になった。明治43年の温泉案内では、旅館数は一つ。昭和5年の日本温泉案内によれば、かつては湯が高温で、付近に遊郭もありにぎわっていたという。昭和10年に鉱山なり金と言われた小松松三郎が掘削し、自噴泉を掘り当て、旅館、天松閣を開設した。 第二次世界大戦中、同僚間は海軍によって挑発され、徳山の海軍回転基地の特攻隊が最後の慰安に訪れた。戦後、国鉄に移管されたが、徳山市による陳情で返還された。これが現在の止水園である。ありがとうございます。